ゴーマニズム宣言スペシャル、昭和天皇論、小林義則、ゴーマニズム宣言スペシャル、昭和天皇論、小林義則、没後21年を経て、昭和天皇が蘇る、失いすぎた我々が今、求めているのは、まさにこの巨人ではなかったか、大ベストセラー、戦争論の続編にして、天皇論の前編であるばかりでなく、日本と日本人を束ね、戦後65年をゼロから見直す余地なくなる、長々を描き切った、小林義則必成の王編。貴重な蔵書、投稿者満身創の男、まさに激動の時代を国体のために、全知全能を出し切り生き抜かれてきた、昭和天皇に敬意を表すべき一冊でした。何も知らずに過ごしてしまうところでした。なかなかなかった作品、投稿者集む、昭和天皇は、未だに触れてはならない雰囲気のため、ミステリアスな部分を色濃く残しているのでは、漫画でわかりやすく、ここまで分厚い作品は、なかなかできないと思う。最近、少しブレミングヨシノリ氏の対策。昭和天皇の生涯ではなく内藤は戦争、昭和天皇に焦点を当てて描いた作品で、いい意味で期待とは違いました。投稿者 NIFIGERMES、天皇論ごとく派の、私は昭和天皇の人となりについて知りたくて本書を購入しましたが、いい意味で思っていた内容ではありませんでした。読む前は、昭和天皇の生い立ちや教育、人柄などを中心に、戦争時代もその生涯の一時期としての取り扱いかなと思っていましたが、どちらかといえば昭和天皇という一人者を中心に描いた戦争論という気がしました。本書は内藤は戦争に焦点を当てていますので戦争論の番外編的な位置づけかなと思いました。私は左の人の救助を5件、反戦平和論にも、民の偏境な反民、移民自体は反対ですが、そのためには彼らを搾取しない経済構造を構築する義務が先進国にあるという意味で偏境な排斥論には共感できません。反グローバリズム、伝統回帰論にも共感しませんが、いわゆる合戦な右翼的なのも展開しているという批判にはただのレッテル貼りだと思います。本書のスタンスは、できる限り信頼に値する資料を紹介してでの一の判断をせず、読者に判断を委ねるような余地があると思いました。筆者自身はその結果としていわゆるに、星よりの結論になっていると思いました。ですので、変な先入観なくいろんな観点からその当時について知りたいと思う方は手元に置いておいて一読、二読、三読する価値はあると思いますよ。薄い内容の新書よりははるかに内容のボリュームも濃いと思います。天皇個人崇拝につながる危険性、投稿者もず、かつての小林氏の天皇論は天皇の個人崇拝しない立場で書かれていましたが、先ほど見た2016年の小林義則の論では、天皇の人徳を重視するとはっきり書かれています。つまりいわゆる保守的な天皇観を根本から否定する立場を表明したことになり、かつての天皇論もほとんど否定したことになります。天皇の人徳を言い出したら、素質のない天皇が出た時点でもアウトです。それだけでは他の国の王室と同じ宗教性のない、革命されやすい皇室へと変化してしまうことでしょう。この本自体は大して問題はないのですが、人徳重視の流れを作り出す危険もあるのでお勧めはできません。また小林氏の女系論のほとんどは私が見る限り、ほぼ論破されているように言えます。なぜなら小林氏、高森氏は歴史的な理由から女系論に至ったのではなく、現実的な理由から女系論に至ったとはっきり明言しています。それにもかかわらず、歴史的に女系論や女系こそがむしろ正当という陳説を言い張っているのが今の状況です。つまり歴史的資料から一定段階で相続しているのは間違いないのだから、新天皇論で見せた陳説は高森、小林の作り出した妄想でしかありません。未だに小林氏を支持されている方は、小林氏のフィルターを通してしかしへの批判を見ていない方ばかりでしょうから、早急に他の方の著書に目を通すことを強くお勧めいたします。比較すればいかに小林氏が異常な存在かお分かりになるかと思います。天皇としての生き方、投稿者アマゾンカス様、私は何の考えもなしで天皇様を敬う気持ちを持っていました。心が痛い、神の子孫として課せられた使命、全うするためを切る姿勢、国民のため国民のため、誰がこのような人生を望むのでしょうか。昭和天皇を知らない人に読んでほしい、投稿者関係、各有私の晩年の昭和天皇の姿くらいしか知らなかった。でも読んでみて昭和天皇のことを知らない自分が恥ずかしくなった。これほど偉大で心優しい方なんて、日本にこの方がおられてよかった。日本万歳。新発見、投稿者大森、直弘、昭和天皇のありがたなさや素晴らしさが実感できる内容です。まさに天皇万歳。この F2 マロさん、投稿者アマゾンカス様、この F2 マロってあの方ですよね。陛下にはこの戦争に責任がある。戦艦にご座礁していただいて戦死していただくのが一番の良い。自決していただくのが最も良いと思いますがね。なんて、イケシャーシャーと言ってたなんて、この本で初めて知り、驚愕のあまりなものが外れるかと思いました。は？ですよ。あんた、自分が首相の時こそ、何やってきたか、自覚してます。怒り込み上げました。こういうことを知れてこの本を読んで本当に良かった。昭和天皇の気品、武士の精神、質実貢献な天皇家の気風などを知ることができ、イメージを事実に基づいて修正でき、感謝しています。敗戦処理の下りは出職でも他のレビューが大きく評価されている通りです。素晴らしい領書だと思います。日本人に生まれてよかった。投稿者ティータイム。おそらく、日本国2600年の歴史で最も危機的状況に陥った内藤は戦争と、その中で、奇跡とも言える御聖壇を下した昭和天皇の半生がドラマチックに描かれています。テレビでもありません。教科書にも出てきません。そして、図書館などに行ってもろくに書かれた書物はありません。よくこれだけ調べ上げ、わかりやすく、でも濃密にまとめ上げてくれたと思います。特に、終戦を決意された戦い、録音放送、そして戦後の全国ご巡行の部分は涙が止まらなかったです。本当に日本人に生まれてきてよかった。日本人として誇りを持って、立派に生きなくては天皇に申し訳ないと思いました。そして、未だ国内に多数を占める日本人であることを忘れてしまった左巻きの人たちへの憎悪がより深くなりました。太平洋戦争前後の昭和天皇像がわかる。投稿者マチャ、この本を読んで、昭和天皇と太平洋戦争の実際の関わりを知った。引くに引けなくなった日本国民すべてに対し国民皆のために引導を渡したことや、神同然として扱われた戦前では想像もつかない粗雑な扱いを GHQ から受けても動じなかったこと、自死したこの江本総理の話を聞き、この絵は弱いなとつぶやいたエピソード。戦後の大量の日本巡行、昭和天皇はどれほどの孤独と不条理感を、どれほど沈黙で覆ってきたか、様々なエピソードに触れるたび、異形の念も感じずにいられない。多くの国の独裁者のように、作られ、誇張され、多超人伝説ではない。出典は不明だな。別の本、あの戦争は何だったのか、小坂正康にて、8月14日の午前間にて戦争の終結を呼びかける最終意見を述べた昭和天皇の姿が描かれている。天皇の言葉に泣き出す陸軍大臣に対し、泣くな、アナンと声をかけた。と、戦後、天皇は長々とされた。戦後生まれにとって、長々である天皇について、戦争前後の姿を知る機会は、過去のフィルムでご指名に敬礼をする姿しかなかった。昭和天皇の尊厳を課題化せず、落としめばシングでなく、実際の姿をできるだけ追おうとした本書を、生きているうちに読めたことは幸い。領書ですが、投稿者日本大学党党首、どこか、吉林先生の好き嫌いが入り混じりがちな部分はありますね。神道型信教である以上は、皇室だって絶対前、かっこ、毎週ワークであるはずもないのに、完璧な聖人金庫に描き放っている部分が見えます。これまで批判されてきた方なのだから、とありきればいいかもしれないです。昭和天皇の逸話について知りたい方は、昭和天皇とっておきの話、劇な天皇陛下がおすすめであります。三ヶ島に、投稿者夢五郎、内容は面白く、今まで知らなかった知識も得られてよかったと思うが、三ヶ島住んでいる嫌いもあり、納得できない箇所もあり、特に敗戦責任に関しては、全く同意できない。だから、投稿者砂漠の旅人、今までで一番好きな本は、と聞かれたとする、本好きな方々は一冊となると決められなかったりするみたいだな。私は間違いなく昭和天皇論を選ぶ、すべてのジャンルにおいて、私の一番の宝だ。影響を受けた本、読料も立ち上がれなくなった本、思い出すだけで何冊もあるが、この本に関しては、私のまずい感性を超えてしまっていて、どう伝えていいかわからない。文章力のない私がこの本について感想を述べることで、この本に詰まっている大切なものがポロポロこぼれ落ちてしまいそうで怖いのだ。なくすと嫌なので、また買えばいいだけなのだな。今日、この本は日光の当たらない実家の本なのに大切にしまってある。戦争論はものすごい影響を受けたし、初期ゴーマニズム宣言からお坊ちゃまくんまで、今でも私の脳内で生きている。しかし、昭和天皇論だけは、不信と毒量も頭の中に残らない。いつもすがすがしい優しい気持ちにくるまれるだけで、何も考えられなくなるのだ。古典に残る大名著とは、こういう本であるに違いない。戦争論模造作を重ね、靖国論模造作されたと聞きました。しかし、この本については聞かれない。学生の読書率は4割らしいですね。間違いなく10年後、日本は世界から舐められる国へ成り下がるでしょう。
戦争責任論争の項目がよくまとまっている。投稿者に急を目指す者、小原義則さんによる昭和天皇に関して論じたスペシャル版、主に終戦間もなくの時期に絞っている。著者も述べているけれども、本書はかつて出版した戦争論シリーズ、天皇論の続編に当たるのだという。もちろん初めての読者も気軽に読み進めることができます。日本史全体を通じてみても昭和天皇を超える重要な天皇というのは数えるほどもいるだろうか。終戦の盛断、全国への巡行、皇室内の改革、どれもが日本に多大な影響を及ぼしている。正直言って昭和天皇を調べして日本を知ることは不可能であると改めて思った。全国巡行や昭和天皇の戦争責任論争について論じた項目は特によくまとまっており納得がいく完成度であったと思います。久々に読んだ豪戦ではありました。戦争論さんの時よりはるかに良かったと個人的に思います。各書元にあった秘書さんのコラムも皇室の意外な日常や現実が書かれていて勉強になりました。今天皇陛下万歳、デシメルカ、投稿者直婚式、戦後 GHQ を中心とした天皇を中心とした国粋主義に対するボディーブローの元き攻撃、支配は戦後民社主義、個人主義を徹底的に国民に植え付けることで成功したといえる。間違いなく、現在戦時中のような天皇陛下万歳、お叫びやからは少なくなっている。政治の世界ではタブーとされいわゆる文化人の中でも正面から論じているのは少数派といえる。チャンネル桜が激しく国会を取り上げているが奴らは単なる天皇大好き人の集まりに過ぎない。小原氏は桜井の主演やオーマニズムで対抗して自己主張して戦っているかのようだが最近では元気がない。西部新会の論客と対すると小原氏さんの意向なのにね。小原氏の書物や色々勉強させていただいたが、所詮日本人は天皇象徴としてあんなく堅く しかないのでしょうね。武士は西成幸雄、ガサイモでした。将来的にはグレートブリテンがベストですよ。今の日本を牛耳っているのは最初に言った戦後民主主義、個人主義文化人の方々の論調なんですから。政治家はアメリカ様様、なので論外、結論、どうでもいいから小原氏さんも少し頭良くなってチャンネル桜の方を多く積む。かっこ、アンドンモモトの目標にやめて、漫画じゃなく日本語で語ってみては。だって、小原氏さんの絵、相変わらずワンパターンで下手なんだもん。テレビ出ると気持ち悪いし。結局申請、投稿者 BANDAFLORESVIAJNDO、小原氏は天皇、昭和天皇について、立憲君主であり、それゆえに天皇には責任というものは一切生じないと断じ、かつ四国ほどにそのことを繰り返して書いていらっしゃいます。しかしながら、なぜか本作の際までは、ひょっとしてあの時代、立憲君主ではなく、昭和天皇自らの政治を司る天皇申請だったら、日本の戦争はあのような経緯をたどらず、結果は違っていたのかもしれない、という推論を持ち出してくる。左翼に対し、小原氏は常に自らに都合のいいように歴史や発言を解釈するとの批判を加えています。しかし、その言葉はそのまま小原氏に跳ね返ってはこないでしょうか。大正天皇までの天皇とは本当に限られた人間しか実際に交流があったわけではない。浮世から完全に隔離されていた存在ですね。昭和天皇も戦争が終わるまで民衆とはほとんど交わることがなかった。2.26 事件が起きた最大の要因である東北などの農村の疲弊などについて、側近や重臣に囲まれた箱庭的空間で生きていれば知ることができなかった。想像が及ばないのは生身の人間としては当たり前です。小原氏が超人でもない普通の人物を勝手な思い込みや想像によって無理やりに成人化し、諸問題を理想的な形で解決してくれる万能の存在であるかのように描き、過度の期待を託すのかはようです。もし申請を行ったのであれば、まさに戦争責任を 100% 問われる結果となったでしょう。小原氏のご指摘のように、昭和天皇は 2.26 事件に対して政治的な介入を行い、自らの意見を決定的に反映させた。青年将校の思いを理解しようとせず、行動派の上層部の思惑もろとも粉砕できる力が天皇にはあったのです。そして、合議制の上ではありますが、戦争も自らの判断で終結させた。決して天皇は政治的に無力ではなかったことは明白です。無能無知ではないとすれば、戦争回避、戦争の早期収束をやろうとすればできたのにある意思がなかったのではないかと私には思えるのです。1975年10月31日の広島の原爆投下についてのやむを得ないことと思っています。発言も小林氏は誘導尋問だと書いていますが、無理やりな解釈だと言わざるを得ません。天皇にとって予定内の質問であったとすれば、まさにそれに対する答えにこそ天皇の本音、天皇の原爆についての認識が現れていると素直に受け取るべきでしょう。 P.219 に老祖委員長の握手要求を日本式で許可はしたことを称賛されていますが、洋服括弧イコール西洋の服、赤色を着て日本式も何もない。各天皇の人柄云々が問題なのではなく、いつの世もその存在を利用しようと試みるやからないこと、それが天皇の危うさだと思います。小原氏はどうも自分が気に入った存在を手放しで来賛する傾向があるようです。完璧な人間など存在しないのに、大学生ではないのですから、国民の一部、もしくは大多数が天皇をありがたがり、これからもその存在を心のよりどころとしたいのであれば、それはそれで構わない。しかし、その信仰をすべての日本人に強要しないでほしいものです。残念ながら、万歳教の亡霊はまだこの世に漂っているのではないでしょうか。日本人の行き過ぎた敗北主義、自虐視感を排すという意図については共感できる部分もありました。先帝の御心、投稿者なる煩悩の蜜蜂、罠にはどうなってもよいから臣民を救いたいという先帝の御心に改めて打たれる。また終戦時の安陸将イコール狂信的公選主義者というイメージは最高を流された。一方この F丸は陛下に責任を押し付けようと図り、あまりご自愛ゆるばさるべしとまで言い出す始末。ご説教筆頭、皇室の反平の七項、日米安保については吉田茂の秘書官だった宮川喜一、後戦後最悪の首相の一人のせいで、吉田の功績のように思われているが、実際には吉田は GHQ の頭の死に池田増将を甘いしてガレス国務省顧問に、日本から米軍駐留ノウハウをしてもよいと伝えたのがマッカーサーに突き抜けとなり、その激励に触れてるコサレン、訪日したガレスに先とは正反対のマッカーサーある非武装平和の目標明示で、ガレスを私は不信の国のアリスになった気分だと激怒させるという失態を演じる中、陛下の側近に託されたお言葉のガレスを抜かし、米軍駐留による国土防衛の礎石を置くとともに、西側陣営の帰属表明による早期かつ寛大な講和をもたらすという政治的卓越性を示されたのであった。歴史に IF は禁句ながら、もし天皇神聖なら歴史は変わっていたであろうという著者の言に一定の共感を覚える。膨大な資料から構成される昭和天皇の行動、投稿者新活版、漫画家内閣昭和天皇の話、デビュー当初は少年漫画を描いていた作者ではあるのですが、最近はこのような政治的思想的漫画を描くことが多くなった作者です。この漫画は通常であれば何らかの連載が単行本化されるのが常なのですが、珍しく350ページもの漫画の書き下ろしです。書き下ろしであれば通常の漫画の構成と異なるかというとそういうこともなく、序章から終章までほぼ30ページ構成で、序章、終章を合わせて11章構成です。その点で普段ゴーマニズム宣言を読み慣れている読者にも読みやすい漫画になっています。この漫画の異質なところはまず80冊近くの参考文献から構成されており、かつ歴史学者のチェック（査読では漫画を受けている点がある）。この点でいい加減な他の歴史漫画とは一線を画していることが理解できると思います。作者の目的とは史実を用いバイアスのかかった昭和天皇と第二次世界大戦との関係を明確にすることだと理解しました。その点においていろいろ知らなかった事象を漫画という分かりやすいメディアでまとめてあります。唯一なのを言うとすると、しっかりした論文ではないので間違いなどが紛れ込んでいても検証しづらい点がありますが、漫画にそれを求めるのは無茶であるので漫画でなく昭和天皇論として完成度は高いのではと思います。本当に偏りがないのか、この本に描かれている通りにおいてのみで悪いことはなかったのかという問いには答えがないものの、膨大な参考文献、そして専門家のチェックを受けたこの本はとても分かりやすい上に価値があるものだと思います。おすすめです。そろそろタイトルからローマニズム宣言を外すべきではないか。投稿者には1969、近年の特に一部の政治家と関係を深めた時期以降の小原氏義則の本は自分の本しか読まないような読者を対象にした程度のいい学習漫画、うんちく漫画化してしまったと思う。長いキャリアから自分の読者がどの程度のものかよく分かった上で彼らが喜びそうな造作をするから学習漫画化したのだろうとも評価できます。語り口の面白さは楽しめるな読書量の多い読者ほど内容を楽しめなくなっており、本書など昭和史についてそれなり以上の読書をしてきた人にはまだまだ購入するほどの内容ではないでしょう。ベテランロック、バンドがレコード会社との契約消化のためにどうにか発表するアイデアは貧弱だが、やったらとアレンジだけが高級なアルバムとの印象を受けます。赤が書いた大賞昭和天皇に関する本が一部で高評価されているので別角度から昭和天皇第3本を発表したのは実に小原氏義則らしい仕事とも評価でき、けどね、おしまい付近で記述される白色の絵の戦い。
知らない人には新鮮な話かもしれないが、なぜか小林は長き天皇が九州で崩御すること、戦闘系記述の字に毎日コマに記すわけです。神社のように必ず付属する歴代天皇、年号一覧表では7時代のみ、調整という見慣れる文字があること、知っている読者には腑に落ちない書き方です。調子の昭和天皇に名前に批判が出ているが、そんなことに目くじらかけるか苦しさが、皇室に窮屈な生活を強いていることにもっと自覚的になりましょう。皇室の窮屈な暮らしを願っているのは、宮内庁の600人くらいでしょうに、現在の小学校低学年には、愛子はじめとして愛の字を使った女児がたくさんいるわけです。昔なら愛の字は恐れ多いとして避けるのが常識だったわけですが、現在では恐れ多いなどという感情そのものが、気迫もしくはそんなこと感じたこともないのが世間の多数なのです。皇室はもう恐れ多いなどとかしこまれるよりも親しまれることを望まれているでしょう。せっかく皇居に招待された小林は恐れ多いと陛下に挨拶しなかったと伝えられているが、現在を生きる私たちの皇族に対する姿勢として帰って失礼だし、冠婚葬祭のような席における主人と客の関係からすれば進んで挨拶するのが礼儀だと考える。まあ普通の常識人だったら理屈を込める前に自然と挨拶に向かうだろうにね。この不自然な小林の態度は、直接陛下に対面してしまった時に隠していた自分の本音が見透かされることが怖かったんじゃないの？とも解釈できる。もし表紙について言いがかりするならば、今まで散々自分を表紙にした方も売ってきた小林がここに来て自分に変えて昭和天皇を表紙にしたのは天皇を小林自身に意思だとも解釈できるので、それこそ批判されてしかるべき。などと徳川家康なら因縁つけたでしょうね。それまでないがしろにしたり疎んじたりしていたことが実は重要重大だったことに気づいた反動で必要以上に内散してしまっているようにも見受けられる。つまり突然のように重要なものが完全に現れてしまい、どのように距離を取っていいかわからないってことじゃないかしら。例えば私の場合なら、生まれる前から家中に三宅の写真数枚がいつも飾られており、正月にはアマテラス大神の掛け軸を飾り、日常的に神棚仏壇に手を合わせて育ってきた者にとって何を今更こんなに内散に内散を重ねるのか逆に不自然に言える。皇室と世間の関係の変化としてこんなこともあります。昭和末期のある日のこと、 JR 上野駅にお召し列車で到着した昭和天皇が上野駅公園口前に待機する車に乗り込んだのに偶然遭遇したことがある。昭和帝は自らホームから改札へ向かう階段を上り、周囲に待機する客たちの歓迎に怒りや調達するようにと、声は出さないが認定ポイントを上げて答えて車に乗り込んだのでした。10メートル先ほど早足で歩く昭和帝は細身でが長い印象でした。何が言いたいかというと、自ら階段を上ったことです。これが昔ならば車を直接ホームに乗り付けたんです。古い大きな駅はそのように作られており、皇族は皆そうしていたのが戦後はそんな慣習はなくなったんです。上野駅なら中央改札から車を入れられるのは現在でも観察可能。実は戦後の一時期、GHQ の連中がホームまで車を乗り付けていたそうです。ひいきの引き倒しで歴史に、投稿者便、ダーリン、小林義則の本はずっと読んできて、それなりの評価をする点もあるのだが、本書に関しては昭和天皇用の意図のあからさまであり、あまり客観性というか冷静な批判精神というものが感じられない。昭和天皇の似顔絵も本人に似てはいるのだが、あまりに風堂々と英雄的に描かれている構図が多く、歴史の感もある。かつてのオウム真理教アニメに描かれた朝原彰晃といえば言い過ぎか。映像で見る限り、昭和天皇って、もっとしょんぼりしたに素晴らしい雰囲気だったけどな。かつて、権威を示、王様は裸だ、と豪語していたこの作者のスタンスを思い出すと、感慨深いものがある。天皇について基礎知識のないものが本書を読めば、いろいろ勉強にはなるであろうが、やや一面的な見方を得ることになる懸念もある。ぜひ他の立場から書かれた資料、書物にも目を通してもらいたいが、よし、林さんにはあまりそれも期待できないか。田中信長、ドキュメント昭和天皇、緑風出版など両書だと思うが、大部、全8巻でもあるし、どこかで文庫化してはくれないだろうか。天皇のご同行に見る日本人の美学、同行者いい、やっぱりこの表紙いいわ。このじいちゃん好きではって感じ。敗戦の全国を回った同行、神話時代の天皇の国に例えたエピソードがあったが、その行が水戸黄門の全国を直したびに重ねてみると、神が全国暗夜する様は、まさに究極の全国ツアー。黄門様を見る人は同時に昭和天皇の同行を重ねみる部分があり、日本人的に熱くなる要素があるんじゃなかろうか。かっこ、プチ推論というか俺は燃えるんだ。そこまで敗戦という夏フェスの後、絶望の淵の国民を励ます全国ツアーに赴く昭和天皇は究極のロックスターです。天皇が各地に現れるたびにオーディエンスは天皇陛下、万歳とどもするは必要。国民感情はカタルシスに達し、高度成長に繋がったのだろう。天皇は日本の象徴であるという教科書の言葉だけではわかるわけがない。日本を語る上での天皇のお仕事。これを読まずして日本も日本人も天皇を国体をこの国を己を知っていると言えるだろうか。なぜこの天皇の最終王としての存在や国の成り立ちの基本教養が歴史の授業で教えていないのか理解に苦しむ。太平洋戦争時の日本軍時代のルールの事象全般が黒歴史として葬り去られているのがよくわかる。天皇論と合わせてどうぞ。昭和天皇が唯一同行の叶わなかった沖縄の米軍基地問題など、ギリギリのバランスで現在の国体を築いた昭和天皇の政策をうまく繋げてほしい。ただただ感謝、子供によるレビュー、一主婦である私がレビューに参加するのは忍びないのですが、一つだけ言わせていただくと、日本人として本当に誇りに思います。天皇という恩恵を私たちはこれほどまでに受けていたとは、お恥ずかしながら知りませんでした。祖母が昭和天皇がテレビに映ると手を合わせていたことを思い出し、今思えば感謝という気持ちの表れだったのだと思います。まず、我が子にこの本を読ませ、そこから何かを感じ取るように導くことが私のできる天皇陛下への感謝です。そして、そのようないつまでも続くよう願ってやりません。昭和天皇の孤独、投稿者風説、終戦局の連合国と対峙しなければならなかった昭和天皇の孤独を考えたことがあるか、と小林氏は問うています。深くにも想像したことがありませんでした。自分はどうなってもいいから、国民を助けてほしいとマッカーサーに言われた、といった程度の知識はありました。が、単なる美談として頭にあっただけです。我が身がその立場にあったら、と考えてみると、昭和天皇の果たされた仕事の大きさがいかなるものであったか、少しは身に染みてきます。全体を通して、少し贔屓に沈んでは、という感じがしないでもありませんが、高所です。変わるべきは私たち、投稿者ピロコ、小林氏の豪戦は読むと読まないとでは、全く日本人感、さらには人生観が本当に違ってきます。戦争論、台湾論なども読みましたが、一番変わるべきは今の私たちとつくづく思いました。戦争はやはり怖い、死の苦しみも地獄のような悲しみも味わいたくない、でもそこで止まっていてはいけない、それは投資してくれるのがこの本ではないでしょうか。国民の巨人で思い、祈り続けてくださる天皇の存在、その広く深い敬愛と愛情、誇りを持ち、松のように色を変えずされて、真を持ち貫ける日本人であろうと思います。とある録音放送のネット配信に、人格が悪い、左翼の方、そのシグレビューがありましたが、そんなことではないと思います。まずは自分の心を鍛えなければ、人のせいにしているなら自分に責任を持ち、周囲に愛情と思いやりを持ち、国を美しくし、勤勉さをもう一度身につける。誠に豊かになりたいなら、一人一人がしっかりとした日本人になる国を作る基盤となるべきです。家庭の基盤であり、会社の基盤であり、社会の基盤である、その意識を持たなければ、教本が衰退しつつあることは誰もが感じているはずです。誇りを失った国は脆い、今は何に誇りを持てばいいのか、そこから始めなくてはなりませんが、ここを乗り切らなければ、という強い気持ちが今私たちに必要なのだと思います。すすきペライディ総愛国者、投稿者総辞好き、これを含めいくつか読みましたが、彼は本当は昭和天皇のことなんでどうでもいい、と考えている、どこかの集団人にありがちな、心ありげに見せかけハウスの人間でしかない、と私は感じた。彼の本当の目的は昭和天皇のことを思いはかることでも、日本のことを言うことでもない、彼自身がそういうタイプの人物、つまり有国の地である読者や世間に認識させ、仲間意識を持たせ、彼の唯一の目的を、世間に受け入れやすくすることだ。彼の唯一の目的、それは、女系天皇論を世に広め、世間の洗脳、誘導することだ。すなわち雅子さんの子供を天皇にすることだ。これ以上は良識あるお方なら、お分かりいただけると思います。公の関連者、投稿者 HKEN、小林氏のいわゆる豪戦を初めて購入して配読しました。他の著作や CD などでの小林氏の思想、という歌手というか、今正直違和感があるところもありますが、前提、昭和天皇についての捉え方は激しく同意します。また、日本流リベラル花畑系の人々の天皇責任論は単なる天皇への甘えではないか、というのはかなり彼らの心理をかっぱした見かけだと思います。さらに限らず、前提に我々は精神的に甘えたまま表に立っている、きっとそういうことなのだろうな、と本書で改めて思いました。前提が全てを背負ってくれるからこそ、我々は自らの非常さに気づくこともなく、日々自らの正しさのみを主張して生きていくことができるのでしょう。なお本書では、最後の下りも含めて、素直な小林氏の心情が出ていると思います。すなわち、前提が最初から申請してくれればという小林氏もまた前提に甘えている一人なのでしょう。そこからは隠していません。まさに、我々すべての父
親であり、日本人という若者のために限りなく無視となる公の対面者こそが昭和天皇その人であり、人としての選定、制度としての天皇を否定する人々も含めて、すべての日本人の甘えを背負うことのできた偉人こそが昭和天皇であった、と思い返さずにいられません。かかる偉人と同時代に生きたことに感謝するのか、甘えて否定するのか、生き方が問われるとも感じるところです。ちなみに、選定は私の大学生の時に公表されました。私は天皇制にどちらかというと否定的でしたが、その理由は情緒的なものであり、選定への甘えと依存の対面者であったと自らを思い返さざるを得ません。以上は、私が本書を読んで浮かんできた個人的心情です。このような気持ちを人に思い起こさせる力はある本です。本書は、終戦の経緯に関する入門書としてもよくできていると思いますし、小原氏自身の家庭環境も語りつつ選定について描写する語り口はとても素直なものだと私は思いました。小原氏イコール欲でしょ、という方も、多少躊躇されるかもしれませんが、騙されたと思ってご覧になってください。漫画ですから読料は3時間です。誠実、無視の人、投稿者コーナー、高校生の時、昭和天皇が伊豆の御用邸に来られた折にかけました。その時はただの老人としか認識がなく、何の考えもありませんでした。大学生になり昭和天皇に関する書籍を読み、涙が止まらなくなったことがあります。それは戦争中のことで、昭和天皇が600名が反逆気合を通過することを知った村人たちが、提灯行列でお見送りしようとし、国の海に向かって天皇陛下万歳を繰り返し手を振り続けたという話です。この時、重な天皇が戦室にいられないように気づき話したところ、昭和天皇はたったお一人で甲板に立ち、遥か遠くに見える提灯行列の明かりに向かい、敬礼をし続けていたということです。君たち近いという言葉をこの時に知りました。誰が見ていなくても、誠実に真心で国民に向かう昭和天皇のエピソードです。昭和天皇の遺徳をこれからの日本の国づくりに生かしていこう。投稿者は日本人としてずっと天皇とは何かということが他国に同じような歴史をも例がないこともあってよくわかりませんでしたが、この本を読んで国民を愛する最高の徳を国体として生身の人間としてずっと持ってきたのだと理解しました。26事件の時自らこの絵師団を率いて地松に向かおうとされたこと、戦歴のない国民のことを思ってずっと厳しい環境の住居にお住まいになっていたこと、ご巡行の時外国人記者たちから小疲れても全く平常のままで耐え難きを耐えていらしたこと、これらに大変心を動かされました。今日本は国家財政や精神その他様々なものに極めて危機的な状況にあると言えます。物質的には良いけれど精神的な面では戦前の方が良かったように思えます。独立国としての誇りがありました。アインシュタインも日本のファンでしたが、本来世界の中でこれほど一体感のある上品な国民はなく、昭和天皇の徳を思い出し、我々の子孫が暮らしていくこの日本を愛し戦っていく必要があると感じました。素直に感動しました。投稿者葵、何のために天皇という存在が必要なのかという疑問を持っている人に読んでほしい。私自身も疑問が解けました。まず自分の浅はかさに気づき、その後は素直に感動しました。日本の強みはやはり歴史、伝統、品格、こればかりはどんなにお金を積んだって買えるものではないんです。この3つを見事に断言している皇室、天皇制は日本の切り札であり守護神だと思います。天皇制廃止とかいう人の一部真剣に、そして素直な気持ちで読んでほしいです。日本が保ち続けて切り札を私たちが自らの手で断絶してはいけないと思います。終戦前後、昭和天皇がこれほど大きな働きをしていたとは、投稿者は93、昭和天皇は昔テレビなどで映っていたので、知った気になってましたが、本の帯に書かれた日本史最大の巨人という言葉が書き出なしであるほどの人物であったとは、全く知りませんでした。本の内容としては、大東亜戦争の末期から戦後の時期を中心として、天皇や戦争、敗戦に対する国民感情、昭和天皇の戦争責任、米国との駆け引き、戦後の御巡行により昭和天皇が国民に与えた復興への希望、などが描かれています。どの章もそれぞれにポイントがあり、それぞれ興味深く、また一部類線も緩ませながら読んだのですが、私にとっての一番の読みどころは、最大の難局である大東亜戦争の敗戦処理の部分、第4章、コロン、西南という奇跡でした。当時の状況から考えて、軍部を中心とする徹底抗戦派の暴走の発生など、敗戦時の混乱を最小限に食い止めながら速やかに終戦に導くことは、大変に難しいことだったと思われます。昭和天皇は鈴木貫太郎に首相の役割を託し、また鈴木割首相に阿南惟幾を任命して、この非常に難しい局面に当たりますが、混乱した状況と要人の思惑、駆け引きの中、最終的に立憲君主制のもとではありえない昭和天皇のご聖断がなされたことは、ギリギリの状況の中で起こせた奇跡でした。詳しくは本で読んでください。また終戦時期に重要な判断、決断が適切なタイミングでなされていなければ、日本は今のような平和な国とはなっていなかった可能性があったことが書かれていました。韓国、北朝鮮のように2つの国に分割されていた可能性、沖縄が日本領土として認められなかった可能性、米軍 GHQ の統制により日本の文化、精神性が大きく損なわれる可能性、どの可能性も十分にあり得た中で、それらをうまく切り抜けてこられたこともまた奇跡でした。しかしその奇跡は、昭和天皇がいたからこそ、もう少しきっちり書くと、昭和天皇が非常に高度な政治的見識を持ち、かつ無視の精神で日本国民も思う、行動されたからこそ起こし得た奇跡なのだろうと思います。戦後の御巡行の話などで、昭和天皇の国を思う気持ち、国民への深い思いやりを示すエピソードも数多く載っています。私が若い時にテレビを通して見ていた昭和天皇は、特に見栄えがしない、人のいい高校だという印象しかなかったのですが、本書特有の昭和史における昭和天皇の役割は言葉では表現しきれないくらい大きいことがよくわかりました。ちなみに、小原氏義則氏のゴーマニズム宣言系の著書は、パッと見は、民意的な思想をもとにしているように見えますが、いろいろな視点からの幅広く大量の資料をもとに論理的に考察されており、説得力、妥当性とも高いと、星ですが、日本人であれば、ぜひとも読むべき内容と思われましたので、5つといたしました。昭和天皇の戦争責任、投稿者キンドルユーザー、昭和天皇の戦争責任があるのか、多くの日本人にとっての命題だろう、英語で戦争責任はウォーギルトというらしい、直訳すると戦争の犯罪、そういう意味で言えば昭和天皇は犯罪、作者の言うように戦争責任はないということになると思う、だが戦争の責任という日本をそのままの意味で捉えると当然責任はあるのではないか、何やら我々は言葉の意味でごまかされ続けてきたみたいだ、上に立つ者は結果責任というものを問われる、自分に何の落ち度もなくともだ、その落ち度も正直俗な言葉で言う怠慢というのに当たるような気がする、戦前では天皇の最下は今日のような単なる語りではなかったのだから、あと著者は天皇の戦争責任という問題に言及するのに、当然触れるだろうと推薦に触れるのもなんだかなと思う、それを機として軍部が暴走した一員となったわけであるし、軍部に至っては責任云々言うのもバカらしい、大本営発表やら独裁奨励やら満州移民を見捨てたやら日本の恥じらべだと思う、私は鎌倉、戦国にかけての者の深地の生き様に憧れるのだが、それらと比べると、まあ、とは言っても天皇や軍部に責任を取れとかはナンセンスだとも思うが、あまりにもことが重大でどのようにしても責任の取りようがなかったろうから、マーゴーマニズムと言ってるように作者は偏った人間だということを抑えて読めば、昭和天皇への考察に関しては靖国やら統帥権など都合の悪いことに触れてないだけで、説得力はあるし、漫画で読みやすいしおすすめではある、ぜひ、複数本に戻らず、間違えたり、過ち、それ自体は必然、節目で修正していくっていうのが大切、取り返しの勘ことになってから遅い、まあ、そういう意味では戦前の日本は事情能力がないどころか、小さな過ちがより大きな過ちを生んでいた、どうしようもない状態だった、その顕著な例があの戦争だったんだろう、そしてこういう大切な今日でも改まってないのを言う、イケイケどんどんの時はいいんだが、一度崩れるとバタバタ。歴代の天皇陛下の中でも特に巨人です。投稿者ハスキルファン、昭和天皇陛下が国政に口を出したことは、実は2回あります。一つは1936年に26事件が起きた時に、自らこの絵師団を率いて地松に出ると述べられたことと、もう一つは1945年に大東亜戦争、太平洋戦争で日本軍がボロボロになった時、誰も連合軍からの降伏勧告を受け入れなかった時に、御前会議という席上でそれを受け入れた時です。大政奉還から現在に至るまで天皇陛下の国政への介入はこの昭和天皇陛下の2回だけですが、それがなければ日本は終わっていたであろうという苦渋の選択だったことでしょう。終戦の年の9月27日陛下が連合国のマッカーサー元帥と会見したことは知られていますが、この会見内容は両者で秘密にすることが約束されていましたが、元帥はその回想録で破っています。内容は戦争の責任は全て陛下が受けられるので戦犯として捉えられた日本人も解放してほしいとの自身も帰り水国家を心配しての発言です。敗戦後、陛下が戦火で荒れた日本各地を巡行されたことも有名です。共産党や社会党は陛下の身辺に危険が及ぶと言って反対しましたが、今のこの映像では各地で歓迎されていることが明らかです。奇跡の天皇陛下と言えます。天皇制は個人的には日本には頂点に理想的な紳士、淑女を作り上げるシステムであると思っています。この素晴らしいシステムは今上天皇までなくなくと繋がっていると思います。日本という国の形には理想的な制度であると思います。
日本国の歴史は最大の難局を乗り越させた昭和天皇。同行者マサラエスに、順番としては天皇論から読んだ方が良い。天皇という制度がどのようなものか分かった上で、昭和天皇論は呼び生きる。昭和天皇なくして今の日本の繁栄はありえないと感じる。人物論として素晴らしいと思います。同行者万栄。ただし、時代背景やその時代に生きた兵隊や庶民の言い分については著者自身の戦争論も読まれるか、山本奈平氏、海藤圭一氏などの作品をセットで読まれることをお勧めします。それであえて星は減らしています。冒頭に兵隊たちが天皇陛下万歳と言いながら死んでいく描写がありますが、戦争や死に直面した人がどのような心境だったのか、これには膨大な反証があることは当然です。また、国会後女叫び大戦に涙した将校たちが、どの程度の人物たちであったのかも反証を知っておく必要があると思います。しかも、反証資料を知れば知ることより一層、この本が表現する以上に困難な時代に生きられた昭和天皇に敬意を持つようになりました。天皇という宝また昭和天皇の恩恵、同行者国庫、前作天皇論ではシステムとしての高揚を持った公室について論じられていたが、筆者自身述べているように戦争論の続編の感が非常に強く、終戦前後の昭和天皇また日本人たちの英断が語られる。特に興味深かったのがポツダム宣言受諾の回である。恥ずかしながら私はアナン・ビクショーという人物を知らなかった。矛を収めるという決断は他人にとって苦渋のものであったろう。なぜプロジェクト X やその時、歴史が上に立て取り上げなかったのかと思われるほどの厚さである。この回だけでも購入の価値はある。しかし、この本を読んでいると、改めて伝統という権威の強さを思い知る。昭和天皇という有能な人物がたまたま天皇という地位にいたから、かのような正断ができたというよりは、やはり天皇という権威が昭和天皇にそうさせたといった感が強い。もし日本に歴史革命の概念があったらと考えるとそれは恐ろしくなるほどである。私たちは、世界に誇るべき天皇という宝を守り続けていかねばならんといった思いを今更なら強くした。広めたい本、同行者フンマレイト、これはいい本ですね。名著です。しかしマスコミはイデオロギーの違いから無視するでしょう。イデオロギーに沿ってさえいればどんな質の低い作品でも評価され、イデオロギーに反すれば質の高い作品も無視される。出版不況と言われ、書籍の売り上げは激減しましたが、そうやって首を絞めているのだから当然そうなるでしょう。反発の意味も込めて本書を広めましょう。日本史を代表する偉人の一人としての昭和天皇を見た同行者アナアキラ、天皇論の続編でもあり、戦争論の続編でもあるという昭和天皇の後半生を描いた史上最も理解しやすい昭和天皇像を知るための書物である。昭和天皇は聡明な方であった。戦後、日本に進駐してきた GHQ のマッカーサー元帥との会見でも正装で臨み、決して礼節を失うような態度は取らなかった。昭和天皇に会う前までは自分の戦争責任についての自己弁護をするかと肩をくくっていた元帥も、全ての責任は自身にあると宣言する昭和天皇の姿に感銘を受けた。その際に撮影させた写真は、元帥は普段のベラフな格好、それに対して正装で直立不動の昭和天皇、天皇陛下を神として捉えていた日本国民に天皇は人間であると思わせる GHQ の意図があったそう。だが、国民のほとんどは天皇陛下を西洋的な神、格好、ゴッドとしては捉えてはおらず、目論見は結果として失敗した。昭和天皇は政治的には現実主義者で、戦前の1919年に世界で初めて誕生した共産主義国家、ソビエトを主体とする共産主義者が日本に革命を起こすことで天皇制を破壊し、大和国民が国家に隷属されることを恐れていた。事実、戦前も戦後もソ連の息のかかった日本共産党の人間が数多く国内で暗躍していたのである。さらに1950年に朝鮮戦争が勃発、日本は資本主義と共産主義の冷戦下の対立の矢面に立たされることになる。昭和天皇は日本を守るために進駐してきた米軍を利用しようとする。日本軍がなくなってしまった以上は、米軍を日本の番犬として駐留させる代わりに代理軍として有事の際には使おうとしたのである。つまり主権自体は日本にあり、領土の保全を保障させる代わりに土地建物などを米軍に対して貸し与え使用させることで、米国にも日本もアジアにおける共産主義拡散を不戦取り出できるメリットがあった。こうして昭和天皇の現実主義と卓越したバランス感覚により、戦後初期は寛大なものとなり、天皇制は存続されることになった。昭和期の政治家の誰よりも優れた政治的センスを持っておられたのが昭和天皇その人であったのかもしれない。天皇陛下に独裁権のある政治体制ではなかったため、陛下の戦争反対の意思にも関わらず突き進んでしまった太平洋戦争だったが、難しい政治的局面において非常時の正断を振るった陛下に確固たる信念と意志が常にあられたことを見る。日本史を代表される偉人の一人として、古代の天智天皇、南北朝の騒乱を乗り越えた五代の天皇と並ぶ業績に畏敬の念を払うべき一冊である。平成生まれとして、同行者東行き、私は平成元年生まれであり、天皇と言われれば常に初めに浮かぶ姿は今上陛下である。それゆえに昭和天皇をはじめとする歴代の天皇を歴史の一部としてしか見ることができず、その評価も個人的感情抜きで判断するべきだと考えてきた。それは本書独論の基本的には変わらない。今上陛下は敬愛すべき対象であるし、昭和帝はやはり歴史の一部なのかもしれない。だが、昭和帝の偉大さ、慎み深さ、政治力は感情を抜いて判断でき難いことも知ってしまった。さらに深く昭和帝のことを知りたいと思う一冊だった。また後巻きなどで紹介される昭和天皇の敗戦責任について言及したことへ不満に関しては、だいぶ皮肉られている中で自身、陛下と運命を共にするとも語っており、彼の本心を知るためにはまだ研究の余地があると思う。終戦の御事の領地などして、日本人の資格なし、同行者なまして、戦争論、天皇論に続く傑作です。何話には読めません。この本で終戦の御事の全文を初めて読みました。この全文が掲載されているだけでも、この本の価値は十分にあります。このような基本的な歴史文書、現在の私たちがよって立つ基礎文書の内容を正確に調べして、日本人もやっている資格はないと思います。本当に恥ずかしい限りです。戦争で国のために死んでいった方々に生かされている、現在に生き残されている私たちはどうしていくべきか、深く考えさせられます。漫画家と学者、同行者傍観坊、私は昔から小林氏の歴史の捉え方が好きです。歴史は事実は一つですが捉え方は一つではありません。当然、学者の地道な研究には敬意を払います。しかし読み比べてみると、小林氏は大人で、学者は親に保護された状態で、反抗する甘えた子供のような印象を受けるのです。多分、完全に独立した個人で生きてきた漫画家とコネクションで生きてきた学者の違いなんだと思います。小林は嫌いという人もいます。しかし、多様性が大切と考えるなら、これほど貴重な人物もいないはずです。小林氏には、これからも地道に作品を出版していただきたい。力作、同行者語リアル体、戦争論と天皇論を合わせたような本ですね。とにかく読み応えがあります。力作です。あの苦難の時代、天皇、指導者層、国民がそれぞれ何を考え、どんな行動をしたのか、本書で知りましょう。日本史上最大の巨人の意味するところがわかる。同行者 KURONIN 昨日、3月20日の日経新聞を見ていたら、小林義則氏の最新著作である昭和天皇論の広告がデカデカと載っていた。その中のキャッチフレーズに、日本史上最大の巨人とある。私は少なくとも、我が国における20世紀最大の巨人であるとは思ってはいたが、なるほど、確かに日本史上最大の巨人という表現は、しなく適切である。歴史に詳しくない人であっても、我が国は、いつからか、とは断定しがたいが、建国以来、昭和20年からの10年弱の占領期を除き、ずっと独立を保っていたことはご存知だろう。前中期の新国日本、神風といった思想は行き過ぎかもしれないが、アニズムにも通じる弱的な感性を今も持ち、歴史的な連続性を保持しつつ、なおかつ先進国と言えている我が国を称し、世界歴史上の奇跡と表現するのは、決して誇張ではない。我々日本人は、日頃意識することはないかもしれないが、そんな我が国が歴史を歩みつつ、国家存亡の危機に立ったのが、昭和20年、過去を遡れば、天智天皇の時代の白石の絵の戦い、鎌倉時代の元寇、戦国時代のスペインポルトガルによる大航海時代、黒船来航から明治維新、さらには日露戦争と外国勢力の脅威にさらされた時代はいくつかあった。しかし、これほどまでに国家の存亡が危ぶまれたのは、後にも先にもこの時だけだ。正確に言えば、コロンブスのアメリカ大陸発見、この表現は好きではならない。以来、400年にわたって西洋人がアメリカ、アフリカ、そしてアジアと徐々に占領下に置く中、じわじわと日本の外堀が埋められ、そのクライマックスとして日米の衝突があったと言える。そのような歴史的経緯を踏まえつつ、国家存亡の危機を乗り越えた時代の国家元首が昭和天皇である。立憲君主制という国の形を犯すことを強く戒め、過去には26事件が勃発した時の意識権も発動され、そして昭和20年8月、ポツダム宣言受諾
で意見が割れる鈴木貫太郎内閣に対し、自らの意思を表明された昭和天皇。自分自身がリアルタイムで目にした。かっこ、といってもテレビや新聞からだか、昭和天皇は相撲好きと演入会の、あ、そう、くらいだ。多くの30代以上の日本人はそうだろう。ましてや20代以下にとっては歴史上の人物であろう。私たちの知らない昭和天皇、そして昭和という時代を深く噛み締めるためにも、この本は日本人必読の書と言っても過言ではない。ついでながら、同書にも記述があるポツダム宣言受諾をめぐる鈴木内閣の攻防と、録音放送の録音版脱会を図る陸軍若手将校のエピソードは、DVD 日本の一番長い日で見事に映画化されている。こちらも興味のある方は、ぜひ一度は見ていただきたい作品である。天皇陛下万歳。投稿者伊藤は、昭和22年の昭和天皇の東北巡行、その時の福島県常磐炭鉱に私の父、かっこ、当時小学生、戻りました。この作品を読んで、当時、天皇陛下をお迎えしたご巡行先の国民の感激をつい体験できたような気がします。読みながら何度も涙がこぼれました。皇室はありがたい本当に神様のような存在だと思いました。かっこ、ただしごっという意味ではないよ。天皇陛下万歳。皇統が天上宮、かっこ、天と地と共に永遠の存在でありますようにと、一日御御国として心から祈りたいと思いました。必読、投稿者に出た。天皇論を描いたため宮中茶会に招待され、侍従に陛下とお話しくださいと言われたが恐れ多いと拒否した小林氏。次は昭和天皇論。前作と違い、特定の天皇の一時期を集中的に描いています。それを通して、天皇のあるべき姿、天皇と国民の関係、日本国の本質などを示したかったのではないかと思います。占領期、天皇が政治に関わっていたことは初めて知りました。第8章、昭和天皇の戦争責任も重要です。初めて小林作品の読み者に興味を持った人もいるかもしれません。そういう人には、吉林戦記をお勧めしたい。彼が何者かわかります。違った印象、投稿者プラセボ、終戦時から占領期にかけての昭和天皇が小林義則氏の視点で描かれている。昭和天皇といえば、己の立場を自覚し、時代の波に逆らわず生きた人というイメージだったが、本書によってまた違った印象を持った。どう違うかは、実際読んでみてほしい。録音放送、いわゆる人間宣言の全文を初めて読んだが、新鮮な驚きがあった。宿命とはいえ、立場はこれほど孤独だった人もいないだろうと思う。雰囲気としては、いわゆる永久戦犯に近い作品、あれは30万部くらい、売れたのかなの本が面白いと感じる人なら楽しめると思う。記事終わり。今回は、コミック、コロン、小林義則、ボーマリズム宣言スペシャル、昭和天皇論の記事でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。